はい、ゆったりーのでーす。本日はですね、仮想通貨についてちょっとお話をしてみたいと思います。私もですね、まあ、少額ではございますが、仮想通貨を所有しております。まあ、デジタルゴールドっていう考え方を非常に強く考えておりますので、まあ、発行枚数が限られておりますんで、まあ、取り合いになって価格が上がるであろうという考えております。まあ、特に新興国などは最近インフレが激しくなってて、自国の通貨が信用できなくなっておりますので、仮想通貨に逃げるっていう傾向が強くなっております。まあ、これから世界的に流れとしてはそうなってくるんじゃないかなとは考えておりますので、仮想通貨の方、徐々にではございますが、所有をしております。そんな仮想通貨なんですが、私、まあ、最近はですね、自分でお金を出して買ってるわけではなく、まあ、サイトを通して手に入れてるわけでございます。本日はそれの一つを紹介してみたいと思います。本日紹介いたしますのは、フリーネムっていうやつでございます。まあこれも非常にシンプルで、1時間ごとにスロットを回すことができて、出た数字によってネムがもらえるっていうやつでございます。まあネムと聞いてあんまりそうですね、ご存知でない方が多いかもしれません。まあこういうふうに話をさせていただいている私もそれほど詳しいわけではないんですが、まあ新しい経済圏を作ろうっていう考え方でできた仮想通貨でございます。もうほぼ、確かこの通貨ですが、すべての発行枚数が発行されているはずでございます。よって、まあ、これから増えるってことはないので、もうほぼ市場に出回ってるコインで皆さんで回していくっていうのが状態でございます。まあ、ですね。まあ、価格もそれほど上がってないんで、面白くなればいいかなという感じで、まあ、フリーネームの方でスロットを回して、少しずつですが所有をしております。まあどうなるかわかんないやつなんですが、まあ伸びたらいいなって感じで、面白い半分で所有しておりますので、皆さんも所有されてみてはいかがでしょうか。リンクの方を貼っておきますので、よろしかったらそちらの方をご覧ください。本日はですね、ゆったりーのがやっておりますフリーネームについてお話をさせていただきました。ありがとうございました。それではまた。